シゆうたがトベに合流、平野の仕神宮寺ゆうたと共に新グループンんナンバーアイを指導指導。平野の仕と神宮寺ゆうたが10月15日にトベの公式 YouTube チャンネル、トベオフィシャルで東京ドームから緊急性配信を行い、新グループナンバーアイ、ナンバーアイの指導と、 ジャニーズ事務所を退所した元キングプリンス岸優太の飛べ及び新グループへの参加を発表した。平野市要、神宮寺優ー岸優太による新グループが指導。平野と神宮寺が並んで立ち、挨拶をした後に平野が、僕たちの今後について皆さんにご報告させていただきたいと思います。と伝え、続けて神宮寺も、 今後の活動や僕たちの夢などを皆さんにお伝えしたいと思っております。と視聴者に呼びかけた。そして早速ご紹介していきましょう。この方です。という呼び込みで遥か後方から騎士が駆け足でやってきて二人の前を通り過ぎ笑いを誘いつつ二人の間に入り騎士ユです。本日から飛べにて活動することになりました。よろしくお願いします。 と元気に挨拶を行った。平野が今後、騎士君が加わって僕たちは三人でグループとして活動していくことになりました。と新グループ指導を改めて伝えた。騎士が新鮮さがすごくあります。全力な姿をお届けしてファンの方々の胸に届く何かを与えられたら、と新グループでの抱負を話すと平野は何か すんげえ気になるんだけど、ショー、と突っ込みつつも、感動とか夢とかを与えられるグループになりましょう。と、しっかりフォローした。グループ名は、ナンバーアイ、ナンバーアイ、発案者はキシユ神宮寺が、僕たちのグループ名についてお話していけたら、と、切り出し、グループ名が発表された。 平野がいろんな経緯があるんですけど、みんなで話し合いの場を設けてある方が一向思いついたのがあるんですけど、という報告を受けまして、と説明し、そのとある方イコールキシユタが名前を発表した。グループ名はナンバーアイ、ナンバーアイ。その由来について一番を目指すのは大切なことですけど、それよりも大切なのが道筋だと思うんです。 その中で僕たちらしくどう輝けるか、僕たちらしくいかに楽しめるか。そして、その中でファンの方たちとどれくらい一緒に楽しめるか。オンリーワンにかけて、愛を、ナンバーワンにも見えるし、と騎士が説明。さらに、ジャストアイデアだけど、と言って、愛は日本語の愛とも読めるし、と補足した。平、hey, 野、yeah. コンサートはやっていきたい。 ファンの皆さんとの距離感を縮めたい。具体的な活動はまだ決まっていないが、平野はコンサートはやっていきたい。僕たちらしいものというか、そういうものをコンサートに詰め込んで、ファンの皆さんとの距離感を縮めたい、と発言。音楽を追求していきたい。音楽で幸せにしたいという考えに、神宮寺と岸も賛同した。 他に、ナンバー I の公式 YouTube チャンネルの解説決定を発表。音楽制作の様子などの他に、神宮寺は、三人の関係性とか一人一人の個性みたいなのが YouTube を通して映れば、と、多岐にわたる内容を目指したいと語った。さらに、騎士の公式 SNS、X の解説を発表。 プライベートな部分とかファンの方が見たいと思うんですけど、ゆるくやっていこうかな、とマイペースで更新していくことを宣言。さらに、平野と神従寺のファンクラブが騎士を加えて、ナンバーアイのファンクラブに切り替わることも発表した。最後に、騎士が、今後ともよろしくお願いします。やりたいことは、たくさんありますけど、 行動で皆さんにいろんなことを伝えていけたらいいなと思っております。と、神宮寺がやりたいこと、これから皆さんに見せたいもの、たくさんあるんですけど、一番大切にしたいのは皆さんと幸せな時間を作っていくことだと思っておりますので、応援よろしくお願いします。平野が、今日、岸くんが加わり、ここからナンバーアイとしていろんな物語が続いていきます。 大変なこと、辛いこと、悲しいこと、楽しいこと、最高なこと、熱いこと、何でもあると思うんですけど、一歩一歩、一日一日、皆さんと時を刻みながら、思い出を刻みながら、ビッグな関係性になれたらと思っております。皆さんを楽しませたいという一心でやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。と、ファンへのメッセージで締めくくった。